先日はコーラに面塗装を入れるというアホな動画を投稿してなんかしちゃいましたが、今日はどう取らんとこかなと思ったんですけど、なんかもう麻婆豆腐の素、普通麻婆豆腐の素って安売りしてりゃ150円ぐらいとかそんぐらい手に入るんですけど、これはなんか500円近くしたんで、なんかめっちゃちょっと興味深くてちょっと買ってきてしまいました。つうことで、はい、今から作っていきたいと思いますけど、シェフの、シェフがこだわるシリーズ、四川風麻婆の素だそうですけど、いかがなもんですかね。なんやねん、これ。ほんで。じゃあちょっと、ただこれ、豆腐と混ぜるだけでいいみたいなんですけど。よし。開いた。宇宙いる。開いた。簡単そうですね。じゃあさっさと、ここのガスがね、あれだよ。このイカれてちょっとつかなくなってて危ないんで、この奥でしようかね、今日は。はい、なら、ちょっと、時間、カメラの時間もないことですし、さっさと作っていきますか。で、ちょっとこれを、もう、台にして、ね、カメラをセットして、はい、じゃあ、これで作っていきますか、なら。これ一段だけでいいかな。これでいいか。はい。では、さっさと作っていきますか。まず、どうすんだ。これを、開けりゃいいんだ。フライパン入れたら。みたいなね。で、これまず、この袋開けて。では、ハサミでちょっと切って。ああ、そこに入れとんねん。では、じゃあまず、お気に入りの白い服に飛ばさないように、うまく。わー、すごいな、これ。すごいね、これ。水とか入れんでいいや。これ、ただ混ぜる。ここに豆腐を、これ、これ書いてあるけど、何見えへんかな。なんかこれに豆腐を、打ち込んじゃって、よいしょ。で、それで火をつけて、ダミラー一中で、ことかな。それで、火をつけて、炒めていけばいいっていうこと。なんか、あ、どうやこれ、みたいね。なんかこれ、二名様用、2名様分って書いてあるけど、量的に、どうかな。2名様分。うまく混ざらへんけど、よいしょ。いいのかな、こんなんで。ただ混ぜるだけっていうのがいいのかな。ネギをちょっと
ネギを入れた方がいいかな。お好みでネギとか入れると美味しいとか書いてあるから、ネギをネギをちょっと入れようかな。なら、はい、なんでいいかな、少ないかもですよ。大丈夫ですか。あ、もうよし、はい。あ、なんか多分もう出来上がっちゃいましたね。もうこれでいい感じでしょう。なら、まあ、今回の動画はなんかグダグダになってしまいましたが、とりあえず出来上がったようなので、試食の準備をしてまた試食シーンは撮りたいと思います。